感染が確認されたのは、高知市の10代の男女2人と、中央東福祉保健所管内の30代の女性の合わせて3人です。いずれも軽症で、1人は感染経路が分かっていません。高知市の10代の男女2人は兄弟で、姉は高校生、弟は中学生です。今月22日、同居している父親が 県外に出張中に検査を受け陽性と判明したため兄弟も検査を受けたところ感染が確認されました2人とも学校ではマスクを着用し昼食も1人でとっていたことなどから学校での濃厚接触者はいませんまた同居している母親と長男は陰性でしたしし中央東福祉保健所管内の30代の女性は 感染経路が不明ですが職場ではマスクを着用し間隔を空けて仕事をしていたため濃厚接触者はいません同居の家族1人は陰性でしたこれまでに県内で感染が確認された人は828人となりました入院治療を要する人は52人で医療機関には20人が入院しています 中等症は2人減って2人になりましたが重症は1人増えて6人となりました。